私、星の彼方ビーズってさ、やってどれぐらい経ったんだろう。1年は経ってないのかな、わかんないけど、またやりたいね。なんか1日誰かと一緒にいるとかもさ、今ってもうほとんどなくなったから、割とね、やっぱこのご時世もありますし、オフコラボとかしたいところ、したいこといろいろあるんだけど、なかなかね、できないんだよね。平民じゃないけど、ボインボインカナダ書いてみたいけど、怒られないか心配。誰怒る？大丈夫じゃないかな、多分。ボインボインカナダぜひ書いてください。でも、もしかしたらリプで返してくる違いですね。とかいう、ちょっと貧乳教の人がいるかもしれないけど、貧乳教の人はね、僕のね、ことを分かってないと思うんですよね。だから、ボインボインをもうありのままで書いていただいて、いいと思います。いいと思います。え、これって、なんかどれだけ喋ったとかが全然わからんな。全然わからん。なんか、YouTube の配信だとさ、わかるけど、これどんだけ喋ってんのかわかんないから、気がついたら朝とかになってそう。今日はみんなあれでしょ？忍耐見るんでしょ？忍耐。7時だっけ朝。早いなぁ。でも出勤前とかにさ、ちょうど見れるんじゃない？朝7時って。毎日ワンダラダ聞いてて頭から離れんくなってて怖い。嬉しい、ありがとう。ワンダラダはさ、なんかね、中毒性高いって、マリンちゃんとかも言ってくれましたね。なんかマリンちゃんは、なんか会うたびに、もう、なんだるだるサビが頭から離れないって言ってくるの。なんか最初僕も、ありがとう、みたいな。流すんだけど、それを会ってる間に、4、5回言ってくるみたいな。いや、マジでどんだけ離れないの？みたいな。ありましたね。この間、ワリオで一緒にいた時も、離れない離れないって言うから、マリンちゃんのユニゾン、新しい曲を、じゃあ流すかって言って流し続けてたんだけど、それでも離れない。嬉しいね。いっぱい聴いてもらえると。母音はないよじゃねえ。あるわ。何もないがそこにあるんでふざけん。無じゃねえから。あります元気が出る。え、めっちゃ嬉しい。ワンダルのはね、すごい高いし、なんか、可愛く歌うとかかっこよく歌うとかじゃなくて、もうなんかこう、甘いカナダ、ドスドスって感じで、すごい歌ったんで、元気が出るって言ってもらえるの、嬉しいね。ライブでコールしたい。そう、みんなコール覚えといての、ワンダラダーの。虚無じゃねえよ。胸が虚無じゃねえわ。田舎行って自然があるみたいに言うのどういうことなんだよ。当たり前のことを言うんだってことか。どこに山なんかあるんだ？あります。ね、そんな感じで、最近めちゃ、ね、全然なんか元気だし、なんかあるかな、変わったこと。あんまないんだよな、収録、一日行ったりとか、でも収録のことってさ、すぐにさ、言えないこと多いから、それがもどかしいよね。でもいろんななんか曲覚えたりとかしてるかな。いろいろ。いっぱいね、歌を聴いてる。歌わなくなった？本当？なんかみんなにとっての聴きやすい歌ってなんだろうとか、なんかどんな歌だったら聴きたいと思ってくれるかなとか、すごい考えて歌うようになったのと、なりつつ、自分が楽しめるっていうのも、なんか考えて、ああでもない、こうでもない、やってる。あとは僕、最近ね、毎日、日課にしていることがあって、ゲームの練習を毎日、もうするようにしました。ゲームの練習して、そう、ゲームをね、本当にやってこなかったんで、今まで。その分、ちょっとみんなに、ね、ちょっと、上手になっていくとこ見てほしいなと思って、めっちゃ練習してるよ。毎日。毎日、2時間ぐらい、ゲーム練習してて、
左手の親指に、ゲーム豆、タコ？ゲームタコができました。でもタコができるほどやってる。実はさっきも、12時くらいから2時くらいまでゲームの練習、起きてからだね。起きてからずっとゲームの練習してた。やっぱやらないとね。リングフィットも日課にしよう。リングフィットか。筋トレか。なんか一時期はね、筋トレ毎日してたんだけど、普通で日課じゃなくなりましたね。カナタンに影響されてスイッチ止まりかかった。マジで？やろうね、一緒にみんなまた。楽しいし。何のゲームの練習？前まではマイクラやってたけど、最近はマリカやったりとか、でもなんかいろいろやってるかも。いろんなゲーム練習しつつ、マリカは割とやってるかな。最近やったゲーム、今さっきマリカやりましたね。なんか毎日、レートを、100から200？日々、上げられるようにとか思ってる。ゲームトークしてるね。何か楽しいね。なんかやっぱ最初はもう、下手っちょすぎて、ニュートやらば、こんなクソゲー、ペチってやったから、5秒後にまたコントローラーを取るという、あれをやってたけど、最近はやっぱなんかね、できるようになってきた気がする。いやでもまだやな。まだなんかできるところとできないところの差が激しいな。全部のもうちょっと覚えたいね。クッキャパッスル？マジ無理だしな。あそこ本当にダメ。ゴミ。一瞬で。ステージがゴミなんじゃないよ。僕がゴミになる。中役。マジで一瞬で12位になって一生12位になる。リングフィットは毎日できんよな、マジで。しんどすぎる。本当に、だって、バドが痛いもん。急に筋肉動かして筋肉ぶっ壊れた。参加型のゲーム企画って大変？全然大変じゃないよ。やろうね、みんなにね。くっぴゃっきゃっする。する。なんつった？クッパッキャ、これあれらがアーカイブ残んねえから、みんな。よろしく、これアーカイブ残んねえから、僕は何を言ったとかね。みんなわかんないわけよ。ピャッキャッする。クッパッキャ、キュ、クッキャパする？クッキャ、クッパキャするな。あなたスマブラやらないの？スマブラさ、めっちゃ難しいよ。スマブラ、やりたいなと思ってるわけ。でも、しかもね、クッキャハッスルじゃなくて、スマブラは、なんかワニちゃん超おすすめで、ワニちゃんが教えてくれたんですけど、むずくて、ちょっとまだ練習中。もうちょっと練習してから、配信でやろうかな、とは思ってるんですけども。でもめっちゃむずい。なんかスマブラ覚えること多いし、僕ああいうなんか格ゲーコンボ的ななんか右左なんとかかんとか上 AB みたいなのやったことないからさ、なんやけんなんやけんなんやけんみたいな。ちょっとなんかあれを思い出した。モンハン？ちょっとモンハン思い出したかも。スマブラ練習してて、なんかここをこうして、この攻撃が来た時にこうするととか、なんか回避してとか、なんか思い出しながらやったな。下手なのが見たい。確かに下手なの見てもらうか。みんなにボコボコにされるという。スマブラ一応今はね、ドンキーゴリラを使ってますね。スマブラも座学と経験だよね。座学？マジで。でも経験は大きいかもな。初格ゲーがスマブラなんだけど、なんかあんまさ、チュートリアルとかもスマブラに行ってさ、ないじゃん、なんか。当たり前のように全てが進んでいくやん。だからなんかスマブラってね、結構昔からあるんだなーって思ったよ。
適当で大丈夫？でもなんかさ、カチャカチャしてたらさ、カチャカチャして勝てるもんじゃないんでしょ？モンハンもそうだと思う。カチャカチャして勝てる感じじゃなくて、なんかちゃんとコンボとか頑張って覚えた。スプラトゥーンも、実は僕、デビュー前に初めてスイッチを買ってから、スプラトゥーン買って、一人でめっちゃ練習してたんだけど、難しくてさ。いや、なんかめっちゃ練習してたんだけど、配信ではやる機会なくて、コロネ先輩とかが結構誘ってくれたの。で、一緒にコロネ先輩と裏で 配信の裏でやってたんだけど、コロネ先輩が上手くてさ、ボコボコにされたよね、毎度。カナタちゃん、今どこにいるの？って言われて、いやいや、こっち来んなよ、こっち来んなよって言って、見つかったらバーってやられるっていう。それの繰り返しをしてました。でもたまに一矢報いることができる。たまになぜか、なんかいろんな運が重なって、ビギナーズラックでたまにコロネ先輩と一騎打ちで勝つことができると、あの時は気持ちよかったね。全部配信外の話でした。スプラトゥーンやりたいね。そう、コロネ先輩、そう、遊んでくれたね。めっちゃ懐かしい。おやすみなさい。ゆっくり寝てね。あと思うのは、なんかやっぱホロライブという、ところにいるから、ホロの他のメンバーとのこととかも話したいところなんですけど、最近はね、ポアとよくお仕事が一緒になる。なんかね、トアはね、すごい気を許してくれてるんだなって思う。なんかさ、なんかね、タクシーに乗ってトアと一緒に移動してたことがこの間お仕事で、あったんだけど、その時になんかトアがめっちゃなんか喋ってたの。でも、その時なんか、なんかトンネルの中を通ってて、もうゴー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 ゴ
あんま聞こえなかったんだよ。で、こういう時に、どうしようかな。え、ちょっと待って、今聞こえないかもって言うべきか、なんか適当に流すか、え、どうしようって思ったせいに、流してみたよ。おーって。全然気にしてなかったね、とは。気づいてたか。気づいてたかな、あれ。マジで。気づいてたのかな、わかんないけど、おーって言って流しました。のコラボ、そうかね、あんまりさ、そう、EN とか ID のことさ、コラボってしたことがなくて、え、なんかね、その EN の子や ID のこと喋るときってさ、なんか、ディスコードの交換って全員とはさ、してないんだけど、なんかね、マネージャーさん通さないと、ダメですってね、なんか去年だっけ？あれ？結構前に言われて、それをね、僕はね、めっちゃ律儀に守っとったら、え、そんなことなくない？みたいな、最近フォロー面に言われて、え、あ、そうなの？みたいになりまして、それであんまりね、交流ができてなかったんだけど、ちょっと話してみたい気持ちある。トンネルあるある。大江戸線とトンネルあるあるよな。大江戸線で会話ってできんくない？マネちゃん通さないといけんの？なんか僕はそう言われた気がするんだけど、実際そういうルールはないのかな？わからんけど。多分。多分ないのかな？わからん。ね、なんかそういうことがあったりとかしましたね。トレンドに、日暮らし卒の上に来てるやん、みんなすげえ。日暮らしよく見てるよ、みんな。ああね、日暮らしね、そう、面白いよね。でもやっぱ今まで見てきた日暮らしと違うなって思うよ、すごく。アニメも最近、漫画とかも読んでるかもしれない。なんかね、アニメは、そう、デビューしてすぐの時はね、あんまり見れてなくて、
でも最近は、自主回線見た、シリーとかで、電気も、あんまりできなかったの、余裕かったね、今思うと。ツイッターの DM 送ったり、確かに、オイル線わかるよ。オイル線、音めっちゃでかいよな。ゴーってなっても喋れる状態ではない。東京メトロ、わかるよ。東京メトロ。じじ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 
呪術廻戦で好きなキャラいる？好きなキャラ。あえて言うならならミーコン。なんかああいうちょっと、おじさん、ちょっと一癖あるおじさんみたいなキャラクターは好きですね。でも、この人っていうのはないかもしれないな。なんかそう、さっきさ、ミオ先輩がさ、占い凸をさ、してたのみんな知ってる？占い凸を。でね、なんかそれを僕、なんかマリカーの演習しながら見てて、行こうかな、どうしようって思って見てました。うん、行きたいなーとか思いながら、なんか勇気が出なかった。全然勇気が出なかった。そうなんだよ。なんか、凸待ちとか誰かがしてるところに、なんか行くのが、なんか、最近ね、緊張しちゃって、何言おうかな、どうしよう、みたいな。やばい、絡みにくかったらどうしようとか考えてる間に終わってしまう感じですね。どうしようで、最近あんまり、ピロピロ音聞こ、あ、ピロピロ音、やっぱみんな聞こえとる？なんかさ、スペースを聞いてくれてる人がさ、現れるとピロンって言うんだけど、どうやって聞けばいいのかわかんない。ピロン、ピ、ん。あ、違う。スペースを終了じゃなくて。そう、なんかピロンピロンと言うよね。でもどうやって消せばいいのかわかんないやん。あ、めっちゃ聞こえてる？ごめんね。うるさくね？なんでなんだろう。これピロンピロンどうしたら消えるんだろうな。ちょっと、わからないですね。全然わかんないですね。決意が足りない。いや、そうなんよ。行きたいなって気持ちはあるんだけど、なんかね、いろいろ考えるようになっちゃったの。なんか前は、やっぱり、積極的に、ホロのみんなと会話をしたりとか、やっぱ仲良くならないと思って、なんか凸マチ行ったりとか、話しかけたりとかしてたけど、最近、なんかちょっと、あんま行くとうぜえかなとか 思って、行かなくなりました。ぴょろん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 、スピーカーをミュートにする。あ、こうすればいいのかな。こうすればいいのかな。どう？ぴろんぴろん消えたのでは。ちょっとわからんけど、ごめんね、スペース全然わからんくて、スマホの音量を下げてみた。どうなんだろう？いけてるかな？ いけてますかね？結構待ってる時間長かった。いや、そうなんだよ。だからさ、僕さ、どうしよう、どうしようと思って、どうしようどうしようって30分考えちゃった。
30分考えちゃって、結局行けなかったでありました。でも配信すごい楽しかった。みんなの配信結構見てるからさ、ピロンピロン聞こえなくなった？本当？よかった。そう。他のホロメンの竜巻でかなたみたい。なんかさ、消極的になったというかさ、遠慮じゃなくて、なんて言えばいいのかわからんけど。それでなんかコラボとかもあんまり、デビューしてからもそんなに自分からもあんまり誘わなかったんだけど、誘えなくて。でも、最近は特にそうかも。なんかソロ配信ばかりやってるね。でもせっかくだから、やっぱりこうやってホロライブっていう箱にいて、みんなと一緒に頑張ってるから、みんなとなんかする配信をしたいね。ホロメン同士の配信見てる？見てるよ。めっちゃ見てるよ。毎日絶対誰かの配信を見てる。見てますね。トツって生きにくい。生きにくいわけではないけど、緊張するって感じ。終了とか大使との隣の設定をして交換音。設定のところは？ねえんですけど。ない。これかな？違う。わ かんねえよ。あ、でも聞こえなくなってよかった。記念にうさすいしてくれませんか？ スペースのゆるさだからこそ、うさすいしたいね。幸せや。かわいいわ。そせればいけた。いや、そせればもですね。そうですね。大切に楽しい。よいしょ。もふ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 。もふ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 。かんもうきで毛が抜けるね。おいしょ、おいしょ。戻しました。戻ってきた。癒されるのな、うされぽ。やっぱりね、命を感じましたね。温かみがある。体温を感じた。ウフウフウフ。かなたんの声で眠くなってきた感じる。おやすみ。ゆっくり休んでね。もうだって3時だもん。明日は平日だもんね、みんな。こんな時間まで。トツは相手によって生きやすさは変わるのかな？変わらない。僕はあんま変わんないかもな。誰々だから生きやすい、誰々だから生きにくいは、ないけど、全部のトツに対して、なんか考えすぎちゃうかも。なんか僕が、これどうしよう。行ってもいいのかな？それとも他に行こうとしてる人がいるかな？とかいろいろ考えちゃうね。さと夜行性。あ、そうだよ。夜行性夜起きてるね。GTA5 好きだったからまたやってほしい。あ、GTA やりたい。最近ペコラ先輩やってたね。GTA 僕もやりたい。ストーリーモードがまだ終わってないからさ。ちょっと久しぶりにブイブイ言わすか、ブイ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 と。
コナタンのおかげで永遠に眠れそう。早いけどお休み。おやすみー。永遠に寝ないの。起きるんだよ。起きるの。船長は相手でも考えてる。あ、かわ、え、マリンちゃんあんまり突待ちしないイメージあるけども。でもマリンちゃんが突待ちしてても考えるかも。いけないかもしれない。ちょっと考えすぎ期間ですね。その辺はね。明日有給休暇。有給か、僕、今までさ、バイトとかいろいろしててさ、有給ってものをさ、味わったことがないや。有給。授業中に手を挙げるくらい緊張しそう。授業中に手を挙げられると、マジに強いよな。無理すぎる。だってみんなのさ、注目も浴びるし、もう 100%、はい、1たす1は何でしょうかみたいな時じゃないと無理だね。だってそこでさ、2ですって言って、はい、単物だでしたみたいになったら、ってならんめっちゃ恥ずかしくない？なんか人前で失敗すんのめっちゃ恥ずかしいわ。トレンド1位、身長から。150引いた数だけ喋れる身長のやつが強すぎる。身長から150センチ引いた数だけ喋れるのって僕149センチとかマイナス1センチで一言も喋れないし。一言も喋れねえんですけど。仕事行けばすぐがいい、すぐ休み。あ、そっか。もう金曜日だもんね。陽キャ怖い。いや、陽キャ怖いで。陽キャめっちゃ怖いで。当たり前や。やっぱり、ちょっとね、僕、ネクラなんでね、マジで。基本的にネクラなんだよね。暗いのよ、根が。正直、ホロライブ自体そんなに見ない。でもみんな大好きなんですけど、このスペースのせいで、沼にはまるかもしれない。どうしよう。え、嬉しい。すみ、猫、たん、にゃお、すみ、ねこさん？ぜひ見てください。ホロライブ、マジで沼だよ。楽しいよ。僕もホロライブの、メンバーではありますが、ホロライブの配信がないと、生きていけん。なんかね、暇な時間があるときに、ホロのみんなの配信いつも見てんだけど、たまにさ、誰も配信してない時ってあるじゃん。そういう時にさ、あれ僕って何してこの時間潰してたっけと思ってめっちゃ困るもん。ほんと24時間誰かしら配信してて欲しくなる。フォローないと辛いわ。ねえ、ほんまやで。やっぱりさ、常にさ、隣に誰かがいてくれるっていう感じがしない？僕さ、厄介オタク気質だからさ、もう、なんか、いつも隣にいてくれるっていう気持ちになるわ。ようこそこちら側へ。いや、ようこそですよ、みんな。ぜひ、日々のお供にホロライブ、いかがでしょうか？そう、ホロライブ楽しいよね。誰も配信してないとき困ってる。いや、もうめっちゃわかる。ほんとに、配信誰かやっぱりしていてほしいよね。でも、ちゃんと休んでほしいみたいな気持ちもあるし、複雑ですよ。ファンは複雑な気持ちで見ておる。ようこそ寝前。明日早いから寝るね。おやすみ、おやすみー。ゆっくり休んでねー。でもなんかめっちゃなんか、スペース、気楽というか、ゆるくていいね。ゆるゆるだね。ほんとに。なんか、いつもさ、自分のヘッドホンつけてさ、自分の声のプレイバックとか聞きながら話してるけど、今回、なんもない、ゴロゴロしながら、ただ、ツイッターに向かって喋ってるだけだからさ、なんかちょっと、ドキドキする。大丈夫かなって感じ。ホロライブのない人生なんてもう考えられない。嬉しいよね、そう言ってもらえると。みんなめっちゃ頑張ってるからさ。なんかね、喜んじゃう。垂れ流し寝ます。みんなさい。おやすみー。
朝から学校、トレンド1入ってあります。トレンドか、トレンド見るか、トレンド。台風が発生してるって。トレンド2、身長から150センチ引いた数だけ喋れるが強すぎる。こういうの楽しいよね、わかる。距離近く感じるの嬉しいね。なんかさ、めっちゃ平民とかにはね、すごい言ってるけど、ね、いつも聞いてくれてる人がさ、例えばさ、100人いたとして、そのさ、100っていう、なんかね、大勢の人じゃなくて、一人一人のさ、が集まって100人っていうふうにさ、思いたいというかさ、みんなね、日々、いろいろ頑張っていて、いろんなことがある人たちが集まってくれているっていうふうに、考えたいなーってね、デビュー前に思ってました。